対象はもう最後は絶望って思いました。絶望しかないと思って、ここからその希望が見えてくるのか、もっと絶望の方に落ちていっちゃうのか、そこが本当に続きが気になりすぎてハラハラして、早く次完成して公開されないかなっていうのが待ち遠しかったですね。こう見た後にすごい改めて人間とはと考えさせられるような、ゴジラへの印象がこう変わったというか、なんか象徴的ななんか生物なんだなっていう不思議な感覚と、あと今回のアニゴジはやっぱり春尾という主人公の魅力がすごいなっていう風に第一章ではすごい感じましたね。あのみんなを先導して引っ張っていくんですけど、こう嫌みったらしさがなくてすごい芯の強い、人を引っ張っていけるすごい人だなっていうので、こう第一章を見終わった感じがしましたね。マイナはミヤナとあの双子の姉妹で、ウリ二つ見た目がすごくそっくりで、ちょっとこう表情に違いがあったりとかするので、ミヤナの方がよりふわっと朗らかで好奇心旺盛な可愛らしい女の子で、マイナはちょっとミヤナよりも慎重派というか、こう伺いながらじっくり相手を見る、で自分がどこまで慣れ合っていいのかとか、その種族のこう掟だったりとか、その本能的な部分とかもやっぱり強いので、そういったところでよく睨んで相手を見たりとか探ったりっていう、そういうところが特徴のキャラクターですね。私演じるミヤナですけど、普通あの民のこう巫女として、いるんですけども、双子の妹ということで、姉と違うところは人懐っこくて好奇心が旺盛なところですね。春尾とこう対峙した時も春尾をこう警戒するではなく知ろうとする、こう前向きな姿勢がこうミヤナらしいっていうところがキャラクター性だなって思いましたし、第2章でこう描かれていくとは思うんですけど、とても表情の方も愛くるしかったりして、こう姉のマイナとはこう表情の違いだったり仕草の違いだったりっていうのはすごくあるので、そこを見ていただきたいなっていうのはありますね。やっぱりミヤナとの双子だけどちょっと性格の違いがあるっていうのも、こう差別化がこう繊細にできたらいいなっていうのは思っていたので、同じセリフをユニゾンで喋ることがマイナとミヤナは多いんですけど、そこもこうワードごとに感情の込め方がマイナとミヤナでちょっとずつ違ったりとかしていて、2人揃ってこうもちろん音の聞こえやすさとかもそうですし、伝えるっていうのもそうなので、揃ってこうまとまるっていうのも大事なんですけど、その中でこう個性が出るように気をつけてやるっていうのはすごく意識しましたね。ミヤナは人懐っこいというか、そういう愛らしいところもあるので、明るさをこう残したまま、でも普通の民って賢い種族なので、ハルオたちの人間の特性みたいなのを覚えていったり、言葉を覚えていったりする上で初めて出す言葉とか発声だったりする中で、あんまりこうおバカっぽくならないようにちゃんと賢い種族っていうところを保ったまんま、でもこう明るくて可愛いミヤナでっていうこう塩梅っていうのはなかなか難しかったので、そこは気をつけながら、演じさせてもらったりはしました。ありましたね。収録中はいつもテストが始まる前、テストと本番ってあるんですけど、そのテストが始まる前にも一緒にこう読みの練習をして声に出して
どこでどうブレスを取って合わせていくかみたいな作業を細かく何度もやらせていただいて、お昼ご飯休憩とかも結構長時間にわたってあの収録してたのであったりしたんですけど、その時も2人で一緒にお昼ご飯を食べに行って作品のこととか役のこととかを話しながらみたいな、そういうコミュニケーションは多かったですね。ミアナもマイナもちょっとずつやっぱ春音であっていろんなことが変化していくので、それについての話とか作品の話ですかね、やっぱお互いゴジラ初めてだったりもしたので、あの一緒にご飯を食べながらお話ししたりはしてましたけど。意外性っていう言葉がすごく私は台本を読んだ時にもパッと思いついた言葉でしたね。こんな展開になるなんて想像もしてなかったですし、その時のこう春尾がやっぱり主人公なので、春尾の感情とか、ね、お芝居とかがすごく心に響いて、なのであっと驚くような展開をぜひ皆さんも期待していただければなと思いますね。私は衝撃からの衝撃って思って、今回の第2章のクライマックスは私の中でのこう一番こう衝撃を覚えて、なんか本当に予想してなかった第1章からの続きの本当に予想してなかったことになってしまったのでびっくりして、台本を 2、3度読み直してはぁーって固まってしまいましたね。それぐらいのこう衝撃が第2章で待っていたので、あの私の中ではもう第一印象がもう本当に衝撃 でしたね。意外性という言葉がパッと思い浮かぶぐらい本当にびっくりするような展開が待ち受けています。あの第1章の絶望感の中から第2章どんなことになってしまうのか、ぜひ注目していただきたいですし、いろんな種族がいる中で、まあ、マイナとミヤナが出てきたことでそれもどう絡んでいくのか、あの2人と主人公のハルオとの関係はどうなっていくのかとか、まあ、いろんなあの要素がまだまだ含まれていて、とても面白い内容になっておりますので、ぜひとも第2章もよろしくお願いいたします。上田里奈でした。ありがとうございました。ゴジラ決戦機動増殖都市、あの普通の民も混ざりまして、あの種族間の違いとかね、あのいろいろハルオたち、ハルオを巻き込んでハルオを翻弄していく様が第2章で、あのとってもね激しくなってきますので、ゴジラとの戦い引き続き、見守っていただければと思います。ぜひ劇場で楽しんでいただければと思います。よろしくお願いします。ゴジラ怪獣惑星ブルーレイコレクターズエディションには特製三本セケース、そして怪獣絵師海田裕二氏書き下ろしデジパック、公開記念スペシャル特番やスタッフキャスト出演のイベント映像を収録したスペシャルディスク、そして瀬下博之監督スケッチ集など豪華特典が満載。はい、さらにブルーレイコレクターズエディション、スタンダードエディション DVD、 スタンダードエディション共通特典として、地図の瀬下亮監督、ストーリー原案脚本の宇呂淵源さん出演のスタッフオーディオコメンタリーと、ハロー榊役宮野守さんとメトフィエス役桜井貴弘さん出演のキャストオーディオコメンタリーも収録、こちらでございますね。こちらですよ、ぜひチェックしてください、はい、ゴジラ怪獣惑星ブルーレイ DVD は好評発売中です。